今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日バラ組さんでは午前中お外に出て遊んでいきました。私は何人かの友達と鬼ごっこをして遊びました。鬼を決めるときにこうみんな片足ずつこう足を出して鬼決め鬼決め誰が鬼かなっていうふうにして鬼を決めていくんですね。で今日も足を出して鬼決め鬼決め誰が鬼かな、はい先生鬼あ、分かった、じゃあ私鬼やるね。もう一回鬼決めやると鬼決め鬼決め誰が鬼かな、はい先生鬼なんてか分かんないんですけど毎回私が鬼になるんですね。で今日も鬼になって追いかけているんですけど、なんか途中から追われてる鬼じゃなくなってて追われてて、で捕まると先生捕まえたって言って牢屋に見立てたところに連れて行かれてガチャガチャって鍵かけられて、でその友達がよそ見してる間に脱獄してまた鬼をやるんですけど、またなんかいつの間にか追われてってなのでなんか逃げながらも他のお友達を追いかけるみたいな、ダブル鬼ごっこみたいになってて、すごく疲れたんですけど楽しかったですバラ組さんと一緒に遊んだり一緒に給食食べたりするのも残り少ないんですけど、今日みたいにそうやって楽しく遊ぶことができてとても嬉しく思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。